ちょっとさ、買い物しにビッグカメラとか行ってさ、で、まあ一応ゲーム売り場とか、よるじゃない。Wii U の評判どうなのみたいな。そうするとさ、今の時期のゲーム売り場って、俺より、結構年下の、もうお父さんでごった返してて、要はそのクリスマスプレゼントを確保しようと思って、なら、30代後半ぐらいのお父さんがちょうど小学校3年ぐらいの、まあ、ギリ信じる子はサンタを信じてるっていう、あ、サンタとかいないからね。いないから。あれ親父だからね。親父がなんかすごく子供に向けての愛情を、こう、があるみたいな、あの、その行動をすることで親父なりの自己満足と、あとお母さんのこう惚れ直したわみたいな、なんかそういうのを入れて雰囲気良くなるから、久々にセックスしようかみたいになるから、そういうなんかもう一連の前儀のことをサンタって言うっていうのだけは、ちびっこには覚えといてもらうから。あの、これさ、昼の番組でこれに近いこと言うとすごい怒られるんだよね。昼の番組でちょっとでも、サンタいない衆がする話すると、まあ、抗議、すごいよね。で、当時は、本当に申し訳ないっていう心が9割ぐらいと、俺の番組なんかが聞こえる環境に子供を置くんじゃねえよって、まあ一応ちょっと思ったりとか、まあ1割ぐらいですけど、まあしてましてね。ただ、この時間、俺の番組を聞いてるような、状況に子供を置いてたら、その子は俺がサンタいるいないの話を今発表しようがしまいが、曲がってるから。あと、録音で聞く人もいるんで見たいことは知らないよ。もう賞味期限切れ、変な話、家持ち帰って常温2週間放置した筋こくってちょっとお腹が痛い。ちょっとだったらお前相当なもんだよ、逆に言うと。うちの筋子の鮮度も相当なもんだよ、逆に。ね。何の話だっけ俺もっといい話する予定だったんで、お父さんが世で頑張ってるみたいな話をする予定だったんだけど、ビッグカメラ行くとさ、すごいお父さん頑張ってるわけ。なんか今でも覚えてるけど、子供の頃さ、この時期になるとさ、まあ、今で言うとトイザラス、当時で言うとあれどこのやつだ、まあ、デパートとかのおもちゃ売り場の前面のさ、チラシが入ってきてさ、もうそれ見ながらちょっとうっとりしちゃうぐらいの、なんかそれ見てて初めてもう勃起しちゃうぐらいの、もうコンバトラー V の全揃いの合体見て、もうお父さんおちんちんが、お父さんおちんちんが変な感じになってるっていうぐらいの、そのああいうチラシあるじゃん、ああいうチラシのなんか子供が丸つけたやつなのかわかんないけど切り抜き持ってたりとか、あともうさ本当に申し訳ない、ついちょっと覗いちゃうんだけど、おそらく子供にサンタさんにお手紙を、お父さん届けるからっていう。ね。黒猫メール便で届けるからっつって、書いてごらんみたいなことを多分言ってんだろうね。で、またさ、そのある程度の年ってサンタ信じてるようなバカだからさ、もう、汚ねえ字な、すっごい汚ねえ字でさ、それもお父さん必死だからさ、店員さんにさ、これは、なんて読みますかね、知らねえよ。あと、お前のこのオリジナルのマークとかすげえ邪魔だから、その店員さんには解読が一切無理なやつだよっていう。もうレゴのレが逆に曲がっちゃってからさ、これはカイジの花ですね、みたいな、その、わかんねえんだよ、わかんねえんだけど、でもね、やっぱり30代中盤ぐらいのある程度会社で頑張ってるお父さんからしてみたら、もうそういうのを、まあ、勝手に俺とシンクロさせちゃうと、根掘り葉掘り店員さんに聞くのちょっと恥ずかしいわけ。これでラグ会行ったのね、俺。ラグ会行ったんだけど、ラグっていう言葉を最近知ったから、これラグっていう言葉が正しいのか、俺の解体屋の2畳分ぐらいの絨毯を、ラグというのかどうかが、いまいち、多分ラグなのね。9割方ラグだけど、ラグじゃない可能性も、ちょっとあるじゃんか。ね。ほいで、その、ラグどこで売ってますかって聞くのがすっごい恥ずかしいわけ。ラグと言いますとって言われたりとか、あと、漠然とラグと申されましてもっていう感じ、ゴールデンラグですかみたいなこと言われた時の、
うわ、まだ細分化されてんだみたいのも怖いから、もういい大人がそこで、おめえわかんねえんだの顔されると怖いから、もう聞くのがちょっと怖くなってて、もうロフトの中で、ちっちゃいのに楽ずっと探してる感じの、ね。もう世代だし、大人ってそういうもんだ。男子の大人ってそういうもんだと思ってるから、その、ビッグカメラあたりでさ、その、そういう汚ねえメモを見せてさ、これに該当するような商品がございますかなんつってダイソン買わされちゃったりしてさ。ああ、これはあれですね。ダイソンですね。必ずダイソン。ね、まあ、俺が店員ならそうするけどね。もしくは今一番売れないで焦げついてる商品をガンガン渡していくけどね。アナログチューナー付きのテレビをガンガン、これ子供を使ってると思いますよ。渡しますけど。で、まあ、その、お父さんがさ、一生懸命やってるわけ。で、俺が見る限りは、結構動物の森が欲しい。動物の森と DS を欲しがってる 3DSLL を欲しがってるお父さんがちょっと多いかなっていう感じで、そこでふっと思ったんだけど、結構こう売り切れたりとか、やっと入ってきたりとかって状況みたいなね、飛び出せ動物の森の 3DS のやつの、あの、カセット版が、ね。で、俺からしてみたらさ、別にダウンロード版とかいっぱいあるじゃん。俺、両方、その、売り切れてるっていうのに、意地でも、カセット版っていうのって何なのって思ってたんだけど、やっぱりさ、サンタ設定で、ダウンロードされる感じっていうのが結構簡単になってんのよ。ダウンロードコードのボール紙みたいの買ってさ、それでそこのやつに書いてあるやつをその何任天堂 e ショップみたいところに打ち込んで、もうすぐダウンロードできんだよ。できんだけど、親父からしてみたらさ、バカバカしいけど子供の夢を守ってやりたいから、お父さんがそのお父さんが、あの、3年前ぐらいにちょうど、あの、海外に仕事で行ってたろ ?2 年間ぐらい行ってたろ、実際刑務所だけど、その、行ってた時に、実はサンタさんの、その、家の、あの、玄関マットを週1で買える仕事してたんだよ、なんつって。微妙に本当にダスキンに勤めてることも入ったりするんだけど。で、その、で、その時にサンタさんと仲良くなったから、お父さんだけはサンタさんに手紙を届けられるみたいな設定をして、やっと子供とさ、うちの親父はサンタに手紙が届けられるみたいなのやってんじゃんか。これで、その設定ですらやっと子供に信じ込ませてんのに、サンタさんが何かしらの力でお前のその寝てる間に 3DS の中に、そのカセットではないんだけれども、飛び出せ動物の森をちゃんとダウンロードしてくれてる感じを多分説明できないんだろうね。で、世の中いろいろこう電子マネー化とかしとく、なんかどうしてあんな、あの、汚ね小銭とか札とか残んのかっていうと、なんかわかんないけど、お年玉だよーなんて一人一人に、こう、なんつうの電子マネーを、シャリーンみたいな、おばあさんがこう一人で、シャリーンってやり続けるのって、やっぱり時間かかるんだろうね。30年ぐらいでやっともう、お年玉イコール、シャリーンになると思うんだ。だって、年賀状ですらまだ残る。こんなに年賀メールなんて残ってるわけじゃんか。なんかね、このクリスマス寸前、このさ、いびつに45になっちゃったさ、もう親でもないし、子でもないしさ、大人でもないしみたいなさ、その、哺乳類でも昆虫でもない俺がさ、で、その、堂々とテレビに出てるからむしろ、なんていうの?あの、木を隠すなら森みたいなもので三日ないだけで、生物学者が俺のことをじっくり調べたら、完全な新発見っていうジャンルの、俺はさ、もうなんていうの、そのクリスマスについて何の価値もほぼないんだけど、でもなんかそういうこう、お父さんたちとかが、頑張ってるっていうか、苦労してるっていうかさ、が、こう、かっこいいとかでもなんかね、いろんなのの混ざってるのね。変な話、ばっかだなっていうのも入って、ごめんね、入ってんのね。うわ、めんどくせえことやってんだってのも入ってんだけど、今、カメラ量販店とか行くとね、なんかいいね、とてもいい。だすごいと思うのはさ、ネットとか見てるとさ、もう仮面ライダーベルトを、もうその今やってない仮面ライダーなんとか、いるじゃんか。
なんかその新しいやつ、俺はもう俺に全然知らない、ウィザード、仮面ライダーウィザードか塩麹かそんなやつだよ。そんなやつがねえ、なんかそのやつがいてさ、もうそれがこのクール始まるってなると12月またぐってわかる、12月年またぐから、その頃にはこれのそのライダーベルトが流行るってもう分かってるから、早めに新発売と同時にすげえ抑えてる業者がいて、今ぐらいになるとそのあのヤフーオークションとか楽天マーケットみたいなところで猛烈プレミアつけてるっていう、ちびっ子たちがこの時期何欲しがるかっていうのを一番早くにキャッチするやつがサンタじゃなくて転売屋っていう、そのその凄さだよね。なんかその俺さ、子供の頃があんまサンタさんの設定を親にされた覚えがないわけ、いるともいないともなんか言われてた覚えがあんまなくて、世の中でいう劇的なサンタさんって親だったんだみたいなやつとかは、何砂浜に斜めに突き刺さってるうちの親父を見て、親だったんだっていう、今のはとても分かりにくいんですけど、猿の惑星のエンディングの感じなんですね。だったんだっていう驚きのとこだけでかすってるやつをもう通じるものだっていう感じでやっちゃってるんですね。すみませんね。でそのまあそういう劇的なのはまあ、なかったんだけどさ、なんかサンタさんってその子供の欲しい夢みたいなみんなキャッチしてるイメージだよね。だけど実際はそれは転売屋がやっててね。だサンタとかも実は近いかもね。あ、みんなの欲しがるやつあいつ一旦フィンランドかなんかに集めてんだろ。それでいてその日にやりゃいいのにさ、なんかそのみんなの欲しがる頂点みたいなところで押しつけがましく持ってくるわけですよ、ね、そんなやつですよねサンタね。でね、クリスマスの推移っていうのの健全なと言っていいのか、まあ俺以外にも別に真っ当に45で子供いませんもいればさ、一人もんですもいるからさ、健全って言い方ちょっと差別的かもしれないけど、まあ自虐も含めてね、子供の頃のサンタさん信じてる気ってあるじゃないですか。信じてる気っていうのがまあ普通にか、何歳ぐらいまで、俺ね5歳上の兄貴がいて、でそれもね兄貴が、あ、サンタなんか親父なんだぜっていうようなタイプの人じゃないの、すごい静かな人なんで、優しい人だから、俺がなんとなく記憶と分析をするに、兄貴が親に対してサンタさんはいない前提で話そうとして、これは俺にを傷つけようとしてるんじゃなくて、むしろ俺にはサンタさんがいるっていうのを守りながら兄貴なりに工夫して親と喋ってる時に、親が多分それでもバレるからダメよって言ってるような空気を察して、どうやらこれはいないんだろうけど聞いてはいけないことなんじゃねえかなみたいなキープの仕方で置いてあったような気がして、だからなんかその俺自体はおそらくもう小学校入るぐらいの時にはあんま触れない方がいいようなやつっていうね。あのサンタのことと、それからおばあちゃんの右ケツにあるドクロの入れ墨に関してはこれもう触れない方がいいなっていうことを分かってるっていう感じで、なんかはっきりとこうそのサンタ信じる信じないの分かれ目はないんだけど、小学校低学年ぐらいまではみんな信じてるのかね、みんな信じてる。なんかそので困ったことに俺何話そうとしてるのか、おばあちゃんのケツのドクロの入れ墨が頭に今ありもしないドクロの入れ墨がビシーッときちゃってるもんだから、もうどうしようもなくなっちゃったけど、なんかそのそういうそのサンタさん信じてる時期ってある、あと信じてはいなくて親だっていうのは知ってるけどいい子にしてるとおもちゃをもらえる時期っていうのがある。これでその後なんか恋人のためのそのサンタの時期みたいのがあって、でその後子供のためのサンタの時期みたいなことになるじゃんか、そのちゃんとしたステップみたいのを全然踏めてないわけ。サンタの一番古い記憶は、なんか親になんかかたくなにサンタにそれこそ何欲しいか伝え
言ってて、親が言っててあげるよみたいな。で、また、うちの嬢不器用だから、それが相当嘘っぽいと思うんだよ、なんかね。科学的じゃないことに関して、変にこだわるから、なんか不器用で、言いたくないっていう感じになって、全然言わなかったら、全然欲しくない、芯を、全く芯を食ってない、立体五目並べ、立体四目並べ、スコア4っていう、ちっとも面白くない。まあ、な、サンタの意図が全然わからないわって。お前なんかわかんねえけど、てめえの飼ってるトナカイの鼻の特徴みたいのはすげえ肯定的にさ、なんかその、軽く考えようよみたいなカウンセリングしやがってさ、いい感じに収めてる癖しやがって、俺になんだよこの立体四目並べって、一度たりとも興味を持った覚えがねえぜみたいのをくれたのが多分、俺の最古のなんかサンタをちょっと信じてる感じの思い出で、それ以降は親の作品の匂いをするものをすごいもらってた。なんか電子ブロックの、電子ブロックってわかります？電子ブロックってなんかそのブロックなんですよ。ブロックなんだけど、そのブロックの中に一個一個こうパーツが入ってるんですよ。抵抗が入ってたりとか、支配からの抵抗ですよ。この支配からの、この支配に対する抵抗が入ってて、盗んだバイクをもう、で、走り去ろうと思ったら、練馬から杉並のあたりで、たまたま飲酒の件もやってたんだよね。それで捕まっちゃって、卒業っていうか、退学。もうごめんなさい、ごめんなさい。もう帰れませんわ。サンタの。サンタ来た道忘れましたわ、もう。あんなとこで赤いのが光ってる。あれはもしかしてトナカイの鼻かな？血豆です、すごい走らされたので血豆です、同最後協会のものだ。で、そのスペシャルウィークなんでちょっとアレな感じになってますね。で、そのー電子ブロックっていう、今日ちゃんと戻れてるんだよ。電子ブロックっていうちょっとした機械の部品がいっぱい入ってて、で、それをこうその設計図通りに組み立てていくと、そこラジオを作れたりとかすんだ。その、この機械とこの機械をこういう風に並べて、その基板というかそのブロックの板の上にちゃんと並べて、電池ボックスもそのブロックのパーツになってて並べると、そのいろんなものがで、お兄貴のセットはすごいでかいアタッシュケース型の、もうそこにあれよくできてるのがさ、そのついてる設計図みたいなやつは、その最上位機種から最低のそのセットまでの全部の設計図がついてて、最低のセットではこのページのまでしかできませんみたいな。で、最高のその兄貴の買ってもらったやつでは、ものすごいラジオとか、モールス信号とか、あと人工頭脳とか、ね、お前はこのうちの本当の子じゃない、みたいなやつが、ね、マジで、お父さんの出張は服役みたいな、それも全部やれる、すごいキットがあって。で、兄貴のやつと、俺には、その兄貴のやつに足すとさらに上位になるみたいな。多分、兄弟仲良くしろっていうことと、兄貴が猛烈に頭良かったから、それで兄貴とそれにで交流すれば頭良くなるだろうっていう、ただ覚えてるのは、俺アタッシュケースで兄貴の頭をぶん殴っちゃったらすごい覚えてる。キーってなって静かな兄貴がなんかゆっくり倒れるのをすごいすごい覚えてます。歯を食いしばってたのをすごい、まあ、覚えてるんですけど、そんなのしか覚えてなくて、で、その後さ、その変ないびつなさ、サンタ信じてるんだか信じてないか気になった後に、中学生ぐらいに一切のそういう施しを受けたくないって言ったのが始まって、中学校のケツぐらいにお年玉をやめるんだよ。で、お年玉と、まあそのクリスマスプレゼントをやめる。で、さらにそこからその彼女に対してのサンタクロース期みたいな頃はずーっとモテてないから、全くそこにクリスマスなうっぜーだけじゃん。で、さらに落語家気があるから、落語はもうバテレン当時だからね、もうそれ当時の頃に、その、キリシタンの皆さんが何か祭りをしてなさるっていう、その世界のものだから、あんまクリスマス関係ないように、営業が入ってきて、また営業がもうぶっ殺したいぐらい嫌なわけ。今でも覚えてますよ、デパートの踊り場で、オークションというか、落語が叩き売りの、なんかそのイベントをやると。それでいて、それがもうよく主催者は全然よく分かんなくて、フランスベッドを60万のフランスベッドを35万でっていう売り方なのね。で、それが
エスカレーターの踊り場なんだよ。エスカレーターの踊り場の切り返しで35万のもん買う？絶対買わないでしょ。でそこのところでパラパラペー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 って鳴ってるところに、そこをずっとカップルが上から下まで自分の幸せを確認するには、あのボロボロの着物を売りながら半分切れた感じでフランスベッドを喉から血を流しながら安く売ろうとしてるあいつっていう設定で見てるっていうところと、あと高校の時のバイトはお肉屋さんのその惣菜部のバイトだから、もう一日鶏のももを延々と焼いてるわけ。ずーっと鶏のももを、もう鶏のももからずいぶん励まされたからね。鶏のももも変な話、鶏のももなんかずーっと見てると鶏のももじゃなくなってくるわけ。もう何でもなくなってくるわけ。ずーっともうただ呆然と鶏のももを、鶏のももを焼くロースターって機械を左手に見て、で右手に鶏のももの生のやつがおーたくさん積んであって、それをトングでもう右から左にずーっと並べてるだけなわけ。ずーっと一日、青春時代だよ、青春時代だよ、これ俗に言う青春時代のクリスマスの日に、もうずっとただ単なる、今は機械になってるやつです。今はおそらくもう機械化されてるやつですよ。それを右から左にずーっとやってるじゃんか。でそうするともう鶏のももが鶏のももじゃなくなってくるから、右側にもう鶏のももの曲がって、これはひらがなのクだな、クククククククなんつってね、その白い白いまだ焼いてない、あの白い鶏皮の鶏のももを見て、左のローストしてあるやつを焦げたクククククククか笑うなーってなりながら鶏のももをこれでさ、帰る頃になってくるとさ、で、まあ、それをさ、ツインで、俺とさ、一緒に大野くんとか木村くんと一緒にやってた、またモテなくてバイトしてる仲間とさ、俺は右の鳥のももを、こう左にこうやって置いてくやつじゃん。で、それと向かい合わせになってるから、大野くんは逆なわけよ。ね、鳥のももが。で、ちょうどその、右利き左利きの関係でもいい感じなんだけど、帰り道に愕然としたのが、したのがさ、お互い、ロースターに近かった方が赤くなってるのよ、体半分。未知との遭遇で UFO あった後の親父覚えてる？ね、映画確認してほしいんだけど、ペーレーペーペーペーの UFO のすごい光の方だけ焼けてるみたいになってて、来年からは30分に1回交代しようななんていう、その2年とか。これで、その後ちゃんと食えるようになってきてから、日本放送に行くじゃん。そうすると日本放送は、チャリティーミュージックソンっていう、その今年も多分ありますよね、今年もあるんでね、あの皆さんちゃんと協力してあげてくださいね。僕は一切しないですけどそういう誰かのボトルに託すことはしたとしてもね、あそこの前には強烈な磁場があるんで、でそのチャリティーミュージックソンつって24日に毎日24時間ラジオみたいなのがあるから、それにずっと撮られてるっていうのが、この25歳ぐらいまでずっと続いて、それで結局結婚しちゃうじゃん。結婚した後にもう子供ができないから、いないから、別にクリスマスってないから、なんかそのクリスマスの取り残され感ときたら、まあすごいよね。だってそれこそこの番組スタッフで、それガラスの向こう組では、ミキサーの岡部さんと、そのプロデューサーの宮崎くんは、子供がいるんで、聞くとやってんじゃん、子供に聞き出したりとかしてんでしょ。なんかお手紙書こうとかやるらしいよ。でそうするとなんか岡部さんの子供は5歳だから、もうコネクターとかコネクターなんつってコネクターなんてそんな楽しいものじゃないよ、あんなの。突然あのディスクジョッキーが番組3分前に面白い栄光が欲しいって言い出して苦労してつなぐ時のやつだからなんつって説得をしたりとかね。で、なんか、あって。でね、結構あるパターンが、空に向かって言わせるっていうのあるらしい。で、聞いて、空に向かって何が欲しいか言わせるっていう。で、それですごい思ったんだけど、先週の半ばぐらいに家を歩いてたら、子供が、ちょっともうおかしなテンションで、ゴリラゴリラってずっと、子供のゴリラ子供のゴリラってうちの裏のマンションで空に向かって言ってて、本当ならしい、その子供にあまり悲壮感がなかったから行かなかったけど、悲壮感があったら、ちょっと警察に言おうかなっていうぐらい、5分間ぐらい子供のゴリラ子供のゴリラってずっと言ってて、
たら笑ってんなと思いながらやめたんだけど、おそらくあれってその類、ただまあ子供のゴリラは保護されてるレッドデータアニマルだから無理だけどね、無理だけどね、それはね。まあなんかチャチなのもらった気がするな。でなんかさ、その大して飛ばないんだよね、トランシーバーさ、まして東京のど真ん中で飛ばなくてさ、それで割と興奮してさ、友達とかに渡してさ、こちら剣ですどうぞって言ってるのも結構肉声で聞こえてんじゃねえかなっていうぐらいのトランシーバーだったりするんだよね。ほいでいてさ、でもうもらった途端嬉しいからさ、お母さんに渡してさ、しばらく遠く離れてからさ、買い物何かないですかどうぞみたいなことを言ったりとかしてさ、なんかあとおばあちゃんとかに無理やり渡してさ、でおばあちゃんに操作方法を教えるのにすっげえめんどくさかった。で夜中さ、片方だけスイッチ入れたら同じトランシーバーを持ってるどっかの人と繋がんじゃねえかみたいなことちょっと思ってさ、スイッチ入れるとさ、おそらく今思えばさ、トラック無線かなんかと思うんだけどさ、なんかわかんない感じのさ声が聞こえてさ、何々ちゃんの歌声は今日も最高だねみたいなやつが聞こえてきたりとか、多分トラック無線のおっちゃんが歌うヘッドライト聞いてんだと思うんだけど、ね、いつ歌うヘッドライトがいつ頃の番組かよくわかんないけど、ああいう感じのやつだと思うんだけど、そんなのにドキドキしたりとかが、まあその俺のクリスマスみたいなやつなのかね。